どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそということで、今日もやってまいりたいと思いますよ。今日はですね、ちょっとね、遠出してみたいなと思います。確か馬さんいたと思うので、馬に乗ってちょっと周りをね、この先に何があるのかちょっと見てみたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。じゃあちょっと旅の準備しますね。馬さんなので、まあ手なずけなきゃいけないんだけども、まず蔵ですよね。でちょっと鉄だけど、まあいいやね。で降りた時につないでおくリードですね。であとあれがいるか、木材どれだ、これだね、フェンスね。とりあえずこれだけあればいいかな。はい。あ、ということで弓作りました。スケルトントラップからね、取れるようになったんで、あ、ちょっと見に行きましょうか。で、来やすいようにも階段つけてます。もう直接ね、上から、地上から降りられるようにしたいと思ってるんですけども、ちょっと今時間の都合上できないんで、このルートを使っております。どこだっけ？こっちか。ちょっと浮いちゃってますけどね。はい、こういう状況になっております。で、こちらから下に入ります。はい、という感じ でここにね、このようにいっぱい弓が手に入るようになりました。もうちょっといろいろ処理しないといけないですけどね。はい、という感じでございます。ちょっと寝てから移動ということで、その間に馬さん探しましょうか。馬どこにいたっけ。上か下かにいるはずなんだよね。いや、このルート通ってちょっと向こう側が平らなんでね、平原みたいなんで、こっち側今日は進んでみたいなと思います。あ、いた。あ、2頭いるね。ちょっと鳴らします。早ければいいんだけどね。慣れた？まだだね。いけた。永遠の親友となるだろう。だって。早い。あ、そこそこいけるかな。あ、ジャンプ力ない、ひょっとして。まあいいか、ちょっとこれで今日は行きます。はい、じゃあ参りましょうぞ。溶岩と穴だけには気をつけて。あ、ここにも馬さんいるね。あ、ちょっとこっちゾンビ村回避します。まあ、回避しなくても多分滅んでると思うんだけどね。もうね、日に当たっててエンダーマンいるやん。あ、こっちもいるね。え、これ渡れないパターン。あ、こっちから行くか。橋作った方がいいか。こっちから行けるかな。はい。あ、ポータルの遺跡があります。あ、こっから取れるじゃん。あ、でも少ないな、溶岩ブロックね。こんなもんか。まあ後で取ります。攻めてもいいんかな、もう。ああ、ちょっとここ危険じゃね。穴開いてるよね。それ気をつけて行っちゃう、後で。黒羊さんいますし、穴だらけだな。あ、マジか。もう村出てきちゃったよ。あやい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 や、どうしましょう。で、ちょっとどっかリードにつないで、村人さん大丈夫そうですね。これ保護した方がいいか。と繋いでおいて、あ、子供もいるね。ちょっと広いな。あ、作物何育ててるんでしょう。あ、人参ゲット。よしよし。あ、これ違う。あ、これ違う。人参、あれ混ざってる。あ、じゃがいもゲット。
ありがとう。あ、これで収穫。あとちょっともう一個じゃがいも欲しいな。じゃがいもない。人参。あ、じゃがいもゲット。オッケークリア。ゴーレもいるし、一旦ちょっと、引き上げてフェンス作りますか。で、松明もちょっと持ってきた方がいいだろうね。湧き潰ししながら。こっち側から下側からここ湧かないようにちょっと松明置いといてあげて。師匠さんもいますし。え、何持ってんだろう。あなた何持ってる。火炎耐性だって。でもちょっと今攻撃できないから、ちょっと湧き潰し優先だね。てか保護した方が早いか。出られないようにしとくか。ああ出ちゃう閉じ込める。とりあえず一人ゲット。あ、こっちも入ってるね。ああ危ねえ危ねえ。出られないようにしておきます。ああこれ結構でかくない。ちょっと村全体湧き潰しするの大変かもしれない。ちょっと一旦戻ってフェンス作って持ってきます。ここも閉じ込めちゃう。入ってちょっと閉じ込めます。洞窟ありやん。こっから上がってきそうだな。ちょっと松明が足りないかもしれない。よし、一旦ちょっと戻りましょう。こっちもつながってんのか。よし、じゃあ帰ろう。とりあえず村見つけたんで、ここら辺もちょっと道作って安全なルート示しておかないと危険だよね。穴だらけだし。馬いたら楽だわ移動が。はい帰ってきた。じゃあフェンスをちょっとしこたま作る。でも足りないだろうな。作物も確保しておきます。一旦1個の畑に植えていいよね。すぐ近くにあってよかったね村ね。1,2,3,4 でハーフだね。じゃあ人参ね。でこっち側ちょっとじゃがいもに しておきましょう。でいいっすか。はい、で次フェンスだね。これでちょっと重くそ作って、あとこれだけでいけるかどうかだよね。あとこれもちょっと持っていきます。じゃあちょっとその間に、時間ある間にこっち切っておきます。印が分からなくなったねこれね。木の植える松明とちょっと印変えたい方がいいかもしれないね。湧き潰しの松明とかごっちゃになっちゃってる。じゃあ再び向こう行きましょう。あ乗っちゃった。じゃあ移動します。ここにみんな集まってんだよね。ここら辺ぐらいから塞いでいきますか。村人が越えないようにだけしとこうか。あれ犬いるやん。骨か。骨ないもんな今な。
あ、夜来るか。本当はみんな中入ってる間に閉じ込みたいんだけどね。ちょっと今の状態じゃ敵モブが出てきちゃうんで。あ、村人入っていったね。あ、こっちも入ったね。入った音聞こえたね。出れないようにだけしておいてやろう。こっち入ってないね。あ、出てきたね。何人か入ってる？あ、ここ入ってるね。保護だけしておきたいよね。おやすみ。おや？エンダーパールが落ちてますね。ゴーレムにやられたみたいですね。エンダーマンがね。はい、ゲットです。で、一応ですね、このようにフェンスで、囲って、内部ね、内側ね、湧き潰し松明で湧き潰ししました。そして村人、これ、湧き潰し終わってからですね、夜ちょっと湧きが甘いところないかチェックしてですね、夜、徹夜で過ごしました。で、その間ね、村人ね、中に入ってくれてるんで、もう閉じ込めてます、全員ね。多分全員だと思う。で、なんとか大丈夫かなと思います。とりあえず今、こういう形で保護して、で、村人2人ばかり確保して、ちょっと離れたところに増殖作ります。はい。そうすれば、村人の確保さえできればね、ここも開放していいと思うんで、とりあえず今この状態で保護状態に、置いときたいと思います。ここに置いとこうか。これで私は行き来できるという感じでございます。みんな出られなくて困ってるようですね。人参手に入れたし、小麦はあるし、こんな感じかな。あ、そっか。ああ、でも燃料なかったら無理だもんね。醸造代もらった ところで、これもらったところで使い道ないもんね。燃料ないし。ああ、でももらっとくか。作ること思ったらね。はい、とりあえず村人確保できました。はい、ということで今回初めて村見つけて村人と遭遇いたしました。そして、保護活動ですね、このようにいたしまして、一応村人の安全をこれで守られたというふうな感じになっております。で、今後の計画としてはですね、ここから村人2人、確保して、で、向こう側にですね、増殖施設作って、離れたところに作って、で、またそこで増殖した村人を、拠点の方に連れて帰ると。そしてゴーレムトラップ作りの方を着手したいなというふうに思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。